楽しく生きる高齢者コメント返しです、えー、質問です。 赤んはタトゥーを入れようと思ったことはありませんかと。ロックバンドの方は入れてる方が多いので、とね。すごいよく言われますね。なんか、タトゥー柄のなんか T シャツ着てた時になんか、すごいですね、とかって言われた方あって。普段、長袖ばっかり着てるけど、こういうことだったんですね、とかってうから、これ T シャツ T シャツとか。大 <laughs> 体いい僕はあの、ピアス空いてないですからね。<laughs> 痛いの嫌いなんですよ。<laughs> あとはだから、温泉好きだから、温泉、日本は入れなくなるじゃないですか。でもね、海外とかはね、全然入れるんですけどね。 なんで日本はタトゥーが入ってると温泉入れないかというと、ヤクザの方が、っていうか、ヤクザの人しか、 タトゥーを入れないっていうそういう古い価値観があるんで、そこでそのヤクザを締め出すっていう意味で、タトゥーの入ってる方は、みたいな。まあそれもね、だからなんかこう切麗事としてなんか、他のお客様がなんか不快な方がいるんで、みたいなね、言い方もするんですけどね、結局は。タトゥーとかもね、やったら似合うとは思うしね、なんかキャラクターではあるなと思うんですけどもね、何にもないんですよね、なんか。まあそれもいいかな、と。 まあね、痛くないタトゥーとかもあるって言いますしね。ただね、あとね、タトゥーってね、なんか、年齢とともにだんだん汚くなるんですよね。特にあの、痛くないタトゥーっていうのは、どんどん色が汚くなってきたりとかするから。でそうするともう一回だから皮膚移植してなんか戻したりとか。なんかそういうのもなんかな、面倒くさいなって思っちゃうのね、なんかね。それまでして入れたいとは思わないな、みたいなね。だから、確かにだから僕のキャラクターってタトゥーとかピアスとかっていうのは、すごく合うんだけど、 まあ、でもそれを何にもやってないっていうところでなんかこう意外性があって、そっちの方が面白いかなっていうか、まあ、単に痛いの嫌いなだけなんですけども。っていうことです。はい。なんで、利用と思ったことはありますけども、実行に移してないですね。ピアスとかもだからね、というか皮膚感覚がな、そのアスペルガーなんで、ASD なんで、発達障害なんで、皮膚感覚が異常に敏感なんですよね。だから普通の人よりも冷たいとか暑いとかっていうのがすごい感じるんで、サウナの水風呂とか、 ていうか、からサウナ自体がだから気持ちいいと思ったこと一回もないから、単なるなんか灼熱地獄に閉じ込められてる拷問だとしか思わないのね、なんか。何が気持ちいいのか全然わかんないし。その後のもう水風呂なんて絶対嫌だし。<laughs> だそれだけだからその、冷たいっていうことが敏感すぎて不快なんですよ。 それはだからジェットコースターが嫌いっていうのもそうで、そういう上下感覚のそういうふうなこう重力技に対してものすごく敏感。で、それはなんか一応医学的に意味というかね、関連性があって、耳で感じるんですよね、その上下のそういう重力っていうのは。で、その耳石っていうのがあって、それのこう動きのでやって。なんでそこの耳の神経とかそういうふうなものがすごく敏感な人っていうのは、結局そういうふうな重力技に対しても敏感すぎて、 刺激が強すぎて不快になってしまうという。なんで割とそういうボーカリストの人とかは割とそういうのがジェットコースターとか好きな人がいますけども楽器やってる人はダメな人結構多かったりします。特に耳が良ければいいほどだいたいそういうふうな不得意な方が多かったりしますね。フリーフォールなんかもとんでもないですしっていう。なんですけどもあのスターツアーズみたいななんか同じところでなんか視覚的にガーってなってそこからこうガーって落ちてる映像になってみたいな。あれは大丈夫なんですよね。なんか知らないけども。 まあ何回も乗ったらよりますけども、全然、なんか、本題と違っちゃいましたね。はい。<laughs> 毎度です。はい。えー、ご容赦ください。ありがとうございます。